皆さんこんばんは、カランダです。トランスポートフィーバー2特殊ルールで遊ぶ空想地域開発第24回、今回はマップ内に自動車産業チェーンを作っていきます。この動画シリーズではトランスポートフィーバー2の通常のゲームプレイルールに加え、いくつかの特殊ルールを適用して縛りプレイとして遊んでいます。特殊ルールには都市発展に関するルールや鉄道運行に関するルールがあります。詳しくは概要欄に記載していますので、そちらでご確認ください。前回終了時点のマップの状況です。前回は湧水炭鉱周辺の貨物輸送の効率化を行い、また蒲焼エリア内には複数の航空機路線の開設や自動車道路の建設が行われております。マップの東の端多聞院には新たに製品工場が誘致され、マップ内で製品の生産が開始されております。前回の動画が終了した後にいくつか動画外で作業を行った箇所があります。まずはそちらから見ていきたいと思います。こちらはマップ中央部にある町オロシです。マップ中央部にありながら急峻な地形に阻まれて、他都市と一切の接続を持っておりませんでした。この町に滑走路が建設され、対岸の大屋敷との間に短距離ではありますが新たな航路が開設され、初めてオロシへの旅客の輸送が行われるようになっております。またマップの北の端小越里には初めて旅客鉄道が開業しております。従来から石灰石輸送の貨物列車は多数運転されておりましたが、その合間を打って旅客輸送が行われるようになりました。またマップの東の端鷹の巣農場鉄道では、これまで旅客列車が貨物線を曲がりして営業を行っておりましたが、1950年に貨客分離が行われ、旅客列車と貨物列車は別々の線路を走るようになりました。前回の動画で紹介したように、マップ内では1950年頃から道路整備が積極的に行われるようになり、鷹の巣農場周辺でも道路整備はかなり大規模に行われております。自動車に対抗するため、鷹の巣農場鉄道では内燃自動客車を用いた急行列車の運転を開始しております。これが利用者から好評を博し、鷹の巣農場鉄道の旅客利用者は大きく増加しております。従来旅客列車が貨物列車の合間を縫って走っていた鷹の巣から柿ヶ原の間は貨物専用線となり、小麦輸送量が大幅に増加することとなりました。以上の作業を動画外で行っております。それでは今回の本編に入っていきましょう。こちらは蒲焼エリアの見晴らし山です。前回の動画終了後も見晴らし山の人口は増え続け、都市規模山脈を達成しましたので、こちらにも新しい産業を設置します。見晴らし山は近隣で木材が産出されているので、これを活用できる製材所を誘致することにしました。近隣で木材が産出されているといっても、植林地と製材所の間には長い長い山脈が横たわっております。幸い見晴らし山には保持不老化の発電所からすでに電気が来ているので、電気鉄道でこちらの植林地から木材を搬出することにしました。新たに建設された電気鉄道では、制御機関車と動力機関車で貨車を挟むペンデル通過方式での運転が行われております。この運転方式は折り返し時に機関車を付け替える必要がなく、効率的に折り返すことができるというメリットがあります。この製材所で生成される板材と、すでにマップ内で生産されている鉄を利用することで、マップ内で機械の製造を開始することができます。まだマップ内に機械工場はありませんでしたが、このタイミングで総人口を計算してみたところ、マップの総人口が2000人を突破しておりました。特殊ルールによりマップ総人口が2000人を突破すると、新たな都市と産業を1つ設置することができるということにしております。そこで星降る丘エリア焼けたの北東に新たな都市笠置を設置し、ここに新産業として機械工場を誘致することにしました。これにより先ほど生産を開始した板材と、すでに河原町で製造されている鋼鉄を利用することで、自動車機械を生産していくことができるようになります。機械の生産には大量の原料が必要になるので、貨物輸送量が大幅に増加することが見込まれます。したがってこの区間には近郊電車線から専用線を引き込み、大規模な貨物駅を設置することにしました。当然笠置の町には旅客輸送も建設が行われています。近隣の焼けた駅から近郊電車線の支線が建設され、この路線を使って旅客営業が行われることになりました。河原町の製鉄所から笠置の自動車工場へは直行貨物列車が設定され、すでに鉱石輸送などで活躍している高性能電気機関車 EQ 型が投入されております。また笠置の貨物駅は焼けた笠置エリアへの貨物輸送の拠点としても使用することになりました。星降る丘からの建材輸送列車と蒲焼からの食品輸送列車が設定され、新たに新型の E11 型小型電気機関車が運用に入っています。生産された自動車は一旦蒲焼町に運ばれます。ここには万能機 E8 型が抜擢されております。
マップ内で機械を消費する都市は凍え里のみで、あとは白焼エリアにいくつか機械を消費する都市があります。したがって白焼エリアに自動車を輸出することが必要となりました。この区間には特徴的な排煙装置を持つ122型蒸気機関車が導入されております。この排煙装置は従来の蒸気機関車よりも光害を少なくすることができ、完成した自動車を汚すことなくピカピカな状態のまま白焼エリアへと運ぶことができるようになりました。最終的に白焼港から焼島へ送られ、焼島の各都市で自動車は消費されております。その白焼エリアでは新たな旅客区間が開業しております。開業区間は金原から小金原の間です。白焼エリアにはまだまだ鉄道で結ばれてない都市がたくさんありますから、積極的に新線を建設していくことが必要です。この区間には鷹の巣農場鉄道で活躍していた旧型機が再整備の上投入されております。同じく白焼エリアではマップの北東にある蛇窪までの新線も開業しております。蛇窪には石灰石鉱山があり、ここで産出される石灰石をこの絵にある建材工場まで運ぶことを目的とする鉄道です。この区間にも蒲焼エリアで活躍していた旧型機関車が小改造の上で投入されております。この新線の開業により、この絵建材工場の稼働は増加しております。十分に白焼エリアで建材の生産ができるようになったことから、蒲焼エリアからの建材輸入はこの年に中止されております。引き続き白焼エリアの話題です。白焼エリアの西の端には獅子岬という大きな町がありますが、この町は周辺を急峻な地形に阻まれており、鉄道は崖沿いを細々と走る路線が敷かれております。途中には獅子ヶ岩と呼ばれる巨大な一枚岩をトンネルで抜ける区間がありますが、この周辺は地滑りが多発しており、度重なる土砂災害に見舞われ、早急なルート変更が求められる状態となっておりました。急行列車などもこの曲がりくねった崖沿いの危険な線路をゆっくり走行している状態です。輸送上大きなネックとなっていましたので、この区間について新しい路線を建設し、獅子ヶ岩を経由しないルートへの変更をすることになりました。新ルートの建設にあたっては、獅子岬に残されたかつての発電所を再稼働させることで、電気鉄道方式での運行が行われることになりました。獅子岬から白焼の間は直線的にトンネルで結ばれるようになり、所要時間が短縮されたのはもちろん、安全性も大幅に向上することができました。この区間には蒲焼エリアでも活躍している M4 型が小改造の上新車として導入されております。白焼エリアに純粋な新車が入るのは実は初めてのことです。それだけこの白焼と獅子岬の間の旅客需要が高く、期待値が大きいということの表れでもあります。以上が今回の開発内容でした。開発内容をもう一度振り返って見ていきたいと思います。まずはじめに見晴山周辺で木材の搬出が行われるようになりました。見晴山には板材の工場が建設され、ここで搬出された木材を板材へと加工することが行われております。木材を搬出するための森林鉄道には特徴的なペンデルツク方式の貨物列車が導入されており、制御機関車と動力機関車が貨車を挟んで走行する様子が見られるようになりました。ここで生産された板材と河原町で生産されている鉄鋼を用いて自動車の製造が開始されております。河原町から自動車工場の置かれた傘置きの間には鉄鋼輸送の専用貨物列車が設定され、大量の鉄鋼が傘置きへと運ばれております。そして傘置きで生産された自動車はマップ中央の蒲焼に集められた後、白焼方面へと蒸気機関車によって輸出が行われております。この区間には新型の蒸気機関車が導入され、自動車をよこさないきれいな状態での輸送が実施されるようになりました。白焼エリアにも新路線がいくつか開業しております。蛇窪からこの絵の間には石灰石輸送の新線が建設され、大量の石灰石がこの絵の建材工場へ運び込まれることで、白焼エリアでも建材の生産量が大幅に増加しました。獅子岬と白焼の間は電化され、電気自動客車による運転が開始されております。最後に1952年に蒲焼エリアに新しい電気機関車 E12 型が導入されました。この電気機関車は初めて旅客輸送用の高速機関車として設計され、新型の客車とともに最高速度90キロの高速で蒲焼エリア内を結ぶ運行が行われております。現時点での運行区間は急行列車ムクドリ号を置き換える形で蒲焼と星風呂岡の間となっておりますが、今後蒲焼エリアの各地で新型電気機関車の活躍が見られるようになると思いますので、新型電気機関車および新型客車の今後の活躍にもご期待いただければと思います。本編内で紹介する予定でしたが、すっかり忘れておりまして、動画の末尾での紹介となってしまいました。危うくサムネイル詐欺になるところでしたね。
ということで今回の動画はここまでとなります。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。こちらのチャンネルではトランスポートフィーバー2の動画の他に鉄道模型や鉄道に関する動画をアップしています。トランスポートフィーバー2の他の動画シリーズやおすすめ動画は概要欄にリンクを記載していますので、ぜひ他の動画も合わせて楽しんでいってください。それではまた次回も動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。